そうなんです、あのちょっと美容室行ってイメチェンしようと思ってちょっとね、あの脱色してみたんです。赤毛にしてみた。拓也です。もしもし、注文いいですか？マルゲリータ一つと、あとトマトのクリームパスタお願いします。あとミネストローネ。あとミネストローネ。そこなの？あとミネストローネ。カズヤです。ザ・タッチです。僕あの高校時代ね、あの自転車通学だったんですけども、ある日サドル盗まれた大島です。嘘は良くない。ちょっとお母さん、私のお気に入りのマグカップさ、どこやったの？いや知らないよ。もうなんでそんな大切なの、そのマグカップ。あれミスドでもらった。お店シリーズ。あれスクラッチで、スクラッチでね。あれミスドでもらったやつ。ミスドでもらった、ね。ああ。すげえ無理やりな。ミニストップ。もうその2回目あるとは思ってない。もうやりたく勝ちましょう、本当に。もうないよ。カズヤの方が一番いいと思う。いや俺一番いいでしょ。いや一番いい踏んでるでしょ。マルゲリータ出しちゃダメだし。確かにもうそれかなと思って。あ本当だ。さあということで、今日は超究極アドミニストレーター、はい、終わりに行きたいと思います。いや本当にやっぱ4本目ですもんね。いや本当にせっかくですね、初日降臨で PS ある風に見せれたのに。いや見せれてたのに負けの皮剥がれちゃったちょっと。いや俺ね、でもね、はい、スタジオが違ったのも悪いと思う。そうだよ、あ顔みんな黄色かったもんね。なんか黄色かったもんね。いつものとは違う方で、うん、そうなんかずっとチカチカするやつ、こうなんか やられてますね。やられてないよ。やられてないです。レーザーポインターとか気が散るやつね。やられてないです。あとずっとなんかデンジャーみたいな。ストレスが一緒。ストレスの負荷をかけられてたとか。かけられたんでスタジオが戻ったんで。ここなら大丈夫、ね、今日は言い訳できないですから。言い訳できない。みんなもう一つ言ってもう負けらんないと思う。いやもうだって見てられないでしょ。おい淡路は身につけてねえじゃないか。いやこれは調整です。慌てライン、慌てライン、はい、もう勝ちましょう。もう勝ちましょう、うん、はい、じゃあ行きましょう、はいはい、ストライクショットショットショットスタート。さあ、はい、はい、そして僕分かったんですよ、前回ね、やっぱね和也しかクリアしてなかったっていうので、うん、みんなねちょっとね、まだ勝手がねちょっと分かってないところが多かった。忍の使い方とかですね、はい、確かにな。で僕もちゃんとあのクリアしてきたんで。お、ありがとうございます、はい、あそうちゃんと勉強してきました。じゃあやんなくていい説あるけど。みんなクリアしたなら、うん、で生放送でクリアしたでしょ、ね、そうですね。まあでもそういう上手い視聴者さんに助けられながら、だから我々4人 で、 そうです、ね、でクリアするところもね、はい、よし。本当エクリプスはもう止まっていいぐらいの、ね、調整用調整して、はい、分かりました。それ意識して SS も結構強いんですかね。ワンパンできるやらできないやら、うまい。あこれ上行っちゃうやつ。あそっか、これやっちゃダメなんだよ。そうなんです。そうなんです。あそこの間入りたい。上に行く前に。むずいけどな。いける。そっちから。なるほど。あそこ拾ってね。入りましたけどね。いやいや、上を黄色。ああ、そうかそうかそうか。そうかそうか。わかんねえんだよ。なんかこの間っぽい。いやいやいや。同じだな。全然違う。全然違う。繋がってる。出だしこの間っぽくなっちゃう。あの。俺がちゃんと把握してるから、まあ、これで調整だったという。ああれ、はい、あはい、あの左上のホミキューでしたの分かります。分かりますけど、ね、でもいい感じっすよ。いい感じかこれ、はい、あこれだって、あこれ減速。あそうか、ちょっと待って、あ止まりますか、うん、ワープ持ってんでしたっけ。ワープ持ってる。クリティカルで一発殴って倒しましょうよ。いやいやそういうのもうあの位置は何やってた、何回も蘇生と移動です、うん、これ2回踏めますかね。踏めます。いや無理しない方がいい。いやでも行ってみるしかないんじゃない。ちょい薄くんぐらいで。でも上2回踏んじゃうかな、うん、上3回ぐらい、3回ぐらい踏んじゃう。じゃあ止まればいいんじゃない。
そうそうそう、縦で、うん、縦で止まりますか。1回ずつ、うん、いけ、危ないです、調整。さあこれでカズ兄が1個ずつ踏んでカカカン。ああもうこれいけたわ。センキュー、上から1個ずつ踏んでカカカン。こういうプレイング付け合い。うわでもこれむずっ、ここで厳しいの。入れ入れ、ごめん。うわまあまあまあ、次でちょっと厳しかったの。もうちょっと角があればな。横で殴る、横も出る説あるよな。そこで戻ってくる、はい、加速踏んで戻ってきて、ナイス、オッケー、ナイス、行ったんじゃない。行ってくれ、行ってくれ。惜しい惜しい惜しい、まあ、横ならこうなっちゃいますよね。惜しい惜しい惜しい、オッケーオッケーオッケー、いい調子よ。SS ダメするよ。はい、 SS ダメ。いやあのね、ホミキューのレーザー厳しいのよ。あと2ターン、かなり順調ではあるんですか。かなり順調、まあ、SS 溜まってるからね。はいはい、あの本球にこのあれだけ衝撃波だけ入れようかな。なるほど、こっち横で降りてって全敵ですもんね、うん、2回踏めるか。3回踏んじゃダメよ。いけそう、危ない、うまいうまい、うまい。いやーとダメか、弱いな、弱いっすね。友情あんなもんしかあんねん。あれあれやばいかもな、食らってた。え、即死球っすか。うん、俺か。うわぁ、ここでか。2体食らっちゃう。海で倒してくれじゃあ。あ、そうだね。待て、これいけるか。ちょっと行ってみていいですか。うん、うちに入ればいけますよ、ね、うん、なるほど。ナイス、あ、外か。惜しい、どうだ。上2本だと。あら、うわ、痛っ。ちょっと痛、あ、こんな痛いんですか。これ、あれ、まあ、痛いのこれ。はい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 、さあ行きましょう。はい、はい、オッケー、よし。じゃあそうだから、ああいうところでもう意外と負ける可能性はある。もうサクッと、ナイスナイス、惜しい惜しい、はい、惜しい惜しい、オッケーオッケーオッケー、ここ僕が消しますので大丈夫です。僕です。オッケー、これからもじゃん。ああなるほど、開封の足で行ったので、あれ、セーフ、あ、そうだ、もう一発、倒せ、よし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 、ごめん、入れなかった。そうか、ホミキューか、ホミキュー、ピカチュウみたいな。あ、これ、まあ、止まってくれる、止まるでもいいんじゃない、うん、どう止まる、2個踏んで止まるか、1個踏んで止まる、真ん中を踏んで、上で止まる、はい、あ、これ1個だけでもいいです。で揃えてるんじゃないですか、大島さん。それで出るけど飛ばないもん、飛ばないよ、多分友情入んない。友情これ止まるわ、これで。でもエクリプスな、ユニキつけた方が良かったのかな。大丈夫大丈夫、友情弱いな。エクリプスは後から3、そうっすね。あ、でもこれ揃えばみんなのマナイス、ほらほら、 OK、 微妙に届かないこのね、難しさ。そうね。さあ、これまた友情も遊撃持ってるやつがいると結構。友情？友情じゃん。ギルト。じゃあもう友情っていうことにしよう。ダメですよ。違うキャラじゃないですか。これ入ってください。いけそう。エクリプスも拾って。はいよ。何なのかな。エクリプスを拾ってない。拾えないけども。ただ。くー、ごめん。踏んでるかな、ないんじゃない、踏んでるかな、踏んでない、上行けば、どっちにしろ上行って下2回踏む角度がいて、あーこれで移動うーん、なんかむずいっすね、これここは見えないっすね、ずっと。でもいいとこですよ。あ、もうちょっと重宝するべきか、じゃあそこだけ赤にでも無理か、赤にする、黄色でも、あ、黄色でもそれやりにくくなったりしないか、大丈夫か。じゃあここに止まるか、あ、これ止まるわ、上にじゃあ、はい、1回分で、うん、おお、ちょっと粗めなのかもしれないですね、薄
すぎる。そうね、あそこにもう目がけて入り込むぐらいの角度いけたら、これ2回踏める。ナイス、うまい、うまい、うまい、よし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 、ナイス、それそれ、よっしゃ、これでクリップスも入ってるから、うん、ゆっくり揃えればいいだけ。ハミッキー、もうこれ削ってくだけ。しゃっくりやましたコミキューしゃっくりやましたコミキューって聞くぞ。何のアレルギーだ。入ってる入ってる。あー、これで下のオッケー、まあ、オッケーオッケー、ナイス、オッケーオッケー、順調。あー、中ボス和也さんの即必殺は生きてくる。ここ中ボス、確かに、うん、ここね、きた、うん、で周回、あれこれ早いよね。あ、いいね、ここでもうボスだ、めっちゃ中ボスだ。あ、確かに先に踏みに行く。あ、腹に当ててってことですか。ね、難しそう、難しい、ね、これがまあ止まっちゃうもん。でクリップしますよ、クリップする。下とかにタキトンとかが最高見えてる。うわ、先に入っちゃった。あ、でもこれで、あ、エクリプスがでも減速出ないんじゃないですか、うん、お、これで上挟まって終わりだ、わしまさん終わりだ、任せてください、お願いします。いけ、小さいっすよ、小さい、小さい、いける、任せてください。はい、これです。うわあ、あ、でも移動ありがとうございます。訴訟、そうだ。なるほど。そこでなんだかんだ上に。うまい。入れ。あ、でも出てる。入れば。入ってくれ。ああ。惜しい。入れ。ああ、くそー。これさ、運でパーンっていくときもあるもんね。そうですよね。考えて打つのむずいな。あ、こう、これむずいよね。これでもやっぱ和也さんのお膳立てでいいんじゃないですか。しにくいですけど。しにくい、ね。ああ、なるほど。でもね、そこ白にしちゃうとね。余計しんどいから。じゃあ取りたくないのはそこ空いた下に。ああ。それに、まあそんな最悪な状況にはならなさそうですね。まあ2個だし。まあそれで確かに下でカンカンカンって。うまい。踏んじゃいそう。踏んじゃいそう。じゃあ下に入って。じゃあ下で何回かー。レッツゴー。大丈夫大丈夫。俺両方踏めばいいでしょ。これ何回も見た気するな、ここから。2回触れちゃうやつ。いやー、そうね、ここでここで出してくれないときついもんな。そっちからでもエクリプスいるんで有利ではあります、スピードアップが。なるほど、そっちからおっと、ナイス、いけ、うまい、これは勝った。よし、下下下下、あー、やばいか。大丈夫です、入ります。真ん中じゃないかな。あ、そうか、でもお腹の方まで行くから、うん、しかも、お、しかもな、おー、しゃあ、失神まして、ありがとうございます。よかったー、失神持ち越せ、ねえ、違うやつなんだ。よしよしよし、レッツゴー。なんとか来ました。これを調整したいな、次淡路がそこね、真ん中ね、はい、でもできないんじゃないですか、原則出てないんで。まあじゃあ2個踏むわ、これで真ん中、真ん中2回踏んじゃう。じゃあもうだったら次の人が4でしょうか。踏みにくいとすると、あの下だけだね。下だけむずいな、下だけむずいな。ちょうど赤にできないですか。いやでも2個合わせれば、淡路は上だけ触ればいいから。じゃあちょっと粗めで2個になってもいい、はい、2個になってもいい。そうだね、スピード遅いからちょっと粗めで、下だけ赤になればとにかく、うん、上は多分何回か通れるから大丈夫。じゃあもう一回それで OK。 あー、あー、でも一回踏んで薄めでいけば淡路いけるわ。2回失神してる。いけたいけた、確かにこれ2回踏めるよね、あれ、うん、はい、失神。俺僕、あ、あれ、まあ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 じゃねえ。スってただったな今。でもすごい削んだな。縦はこれいけるじゃん。縦？横で。ギリギリ。あ、縦の方がいいか。縦ってあんま出せないんだよね。そうですね。縦ならエクリプス。縦で直接両方取れちゃう。一回踏みたくないね。わ、絡んじゃうのか。踏みそう。もうちょい絡む。ああ、確かにそれでいけるか。
ありがとうございます。踏まない。よし、よしよしよし。ナイスナイス。よし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 。めっちゃ叩いてる。よっしゃ。よし。行きます。十分。狙いに行く。ですね。当たらないと踏んで。当たるんかい。当たったー。大島さんの調整タイム。はい、調整します。うわー、ごめん、訴訟だ。減速壁、上の減速壁あるから、はいはいはい、じゃあじゃん。あ、でも淡路どこいる。上か。じゃあ黄色にして、上ま、上き、真ん中黄色を上赤にして、うん、そしたらいいと思う。すごい、最高。それできた。あ、なるほど。止まったよ、いしょ、これ。ありがとう。ありがとう。素晴らしい。これで僕斜めに打ちゃいいの、うん。これ意外とね、あの踏み球気をつけてね。キリトで飛ばせないですかね。赤にすればキリ、上のキリトの方が。ナイス。踏み球。ちょい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 。踏み球もまあまあ削った。ちょいちょい。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ間に合いそう。7ターンだもんね。はい。あとは踏み球の3だけちょっと気をつけて。痛い。痛いね。おお。直。直いけそう。直いけないか。あ、でもまあ調整はできた。まあまあまあ、踏み球が大丈夫か。うわ、これでちょっとむずいな。ゲージを外せば一個。あ、無理か。無理だ。ごめんごめんごめん。ゲージ外して、下だけ。下、僕 SS 細工使いますよね。ブロック跳ねて、うわ無理か。いや、いけんじゃん、ブロック跳ねて下で止まるぐらいなら。下では止まりますよね。じゃあ下だけ赤にするってことですね、うん、めちゃくちゃ下だけ赤にするんだ。そう、どうあれ止まるってことですよね。なるほどなるほどなるほど。当たらなくてできなくてもってことか。うわ、もうじゃあこれでエクリプスで、まあ飛ばせなくもないんじゃないですか。ダメよ、プレディア。あぶねー。あーバッパー、そうか、バッパーいける。いやもうこれだって SS 使って、ね、そうか、薄く。いやーむずい。でもね、あの踏み球は、いけそう。あれなの、一応言っとくと、撤退しない。しない。あ、でもまあ、キリトと乗ってますから。まあ、飛ばせば。ブロックで一回跳ねてですよね。うん、いける。ワープ、ワープありますよ、ワープ。ワープは大丈夫。はい、対応しますよ。キリトが飛べば行くんじゃないかな、踏み球は。頼む、いたしょ、オッケー、これで、よし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 。そして、飛ばして、飛ばしてないの。あ、ない。さあ、どうやった。マジか。これはダメか。ダメだ、これみんないるもん。うわ、最悪。本当だ、ホミキュー。これがそうなんだ。これやっぱ、しのぶさんいるとやってくれるんだよね、結構ね。さあ、行きます。はい、しのぶさんにしました、僕。はい、やっぱこれでいけますね。印象強いよね、しのぶさん。いや、あんな食らうんすね、ホミキューがね。これでもいい。いいよ。はい、じゃん。続いてる。よし、クリパスを披露。よし、うん、吉野部さんで、吉野部さんで同じ。まあ、入りながら、ここはね、まあ、上に配置でもいいですけどね。ナイスナイス。これどう、今のも配置でもよかった。配置でも左上に殴る、殴って倒す、倒せます。お、倒したらダメ。 OK。 いや、OK なのかな。はい、もう殴って倒す。大島はもう一個踏んで、下踏んで、上で止まるぐらいの。いや、じゃあちょっとむずいけど。一個踏んで、ちょっと粗めだな。2個踏まないと。あ、それだと。あ、2個踏んじゃう。あ、でもこれで友情で、はい。ほら、入ってない。入ってなくて、入ってなくて、あ、そうか。本人が強くなれば友情も上がると。うん。そうかそうか。ナイスです。なるほどね。鬼門来た、鬼門。これ俺よく考えてちゃんと入るコースね。最初からそうしてください。あら、ちょっと。見えた。粗めなんです。そう、粗かったら、ね、左回りでもいける。ここ終わった時、風やない。調光した方がいいのかみたいな謎の。言ってました。粗けりゃ。
荒すぎた。ちょっと荒すぎ。よーし。おーでもやっぱこんぐらい荒い方がいいんだ。調校すればいい。調校すればミスっても、うん、あよく考えた結果なんだなって なるほど。視聴者さんな。なるかな。そんな言わない方がいいよ。それ早打ちしてさ、まあまあ、ダメだと多分あ、もっと考えておいてよってなるんですけど。これでそういうことなんだ。上手。これで配置して。ではもう大人になったから。前回の簡単な打ち方でいいかな。前回の俺らじゃない。忍さん狙いに行かないの？後で触れます。後で触れた方が。おお、これで飛んだ。はい、ああ、強いわ。楽ー、うん。来た来た来た、楽ー。楽ー。おいしい。よし。これも俺も。もう初見のつもりで、もう初見としてやろう。初見としてやって、意味あるの。これ俺下で一個赤にして下に。うん、カカカンと。この足、これはいけますよね。いけます。大きさが下の1ぐらいですね。いや、荒すぎん、ここ。ちょっと、もうちょっとこんぐらいだな。大きさ分かるみみたいな欲しいよね。欲しいですね。あー、やっべえ。入れ番民だ。入れ番民だ。一番いらないな。飛んだ調整役だぜ。なんか変な入れ歯洗浄剤みたいな名前つけるんだよ。入れ歯入れ歯洗浄剤。入れ歯みん。大塚製。あ、うまい。ありがとうございます。これナイス、うまい。うめえ。いった。あ、惜しい。いや、惜しいね。ぬか喜び。一個だけ揃えて。動きます。あ、そこ行きにくいですよね、次。じゃあそこだけ揃えて。そうかそうかそうか。次。止まれるか？止まれるか。エクリプスだけ踏まないようにっすよね。最悪。でもいい。もう全然行きまくってんじゃん。そこ止まれ。止まりようがないですよね。いやーそうだね。早いな。早いんだよそう。早いね。狙った方がいいですよね。うん。頭の方行けば。そうか、ね、これ SS が。カズヤさんのうまい。ナイス。よし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 、ナイス。助かった。ナイスショット。助かった、ありがとう。いや俺もこれ調整したいな。調整。あそうか、カズヤさん。カズヤがもう打てれば。調整したいけど、2回踏んじゃうな。足遅いから、試しに下かすめるぐらいで打ってみたら、かすめなかったらしょうがない。こうで、うん。それだわ。かすめなかったらまあ。はい、しょうがない、下に来ましたね、次。よっしゃ、よし、ナイス、よし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 、これで結構いけんな。あー、いい、いい位置。おー、これで剣も拾えば打たなくてもいけんの。いやいや、打ちましょう。次、忍さんになるともう何もできなくなる感じになるから、ここで飛ばして、こうでいい。はい、それで絶対釣れますよね。はい、踏めば踏めば。ビリッジバンガードしなきゃ。ビリッジバンガード当たんないから。ナイス。あそこ取った。で上に、あでも真ん中、真ん中が当たり判定が、真ん中、これ真ん中がね、あの当たり判定が。でもこれさ、真ん中がさ、いやいや、2人同時にエレメンタルエリアに乗ってるから、同時にしゃべって何言ってるか分かんないんで、飛ばすの大丈夫。2人別々のこと、なんで分かった。分かるわ。お前分かるんか。おいしいな。やっぱ1位なんじゃない。いやーそうか、これも調整。しのぶさんはエレメントエレイに行ってほしいですもんね。うん、これでも次はアワちゃん。アワちゃんか。むずいっすね。3P だから下は踏める、上が踏みにくい。こうは踏めたら、こう。うん、3P 止まんじゃん。あのこっち右壁狙えば。止まんない、それ止まんない。真ん中2回とかもいいんじゃない。じゃあ縦。縦か、縦で真ん中だけとか。うわ、3横ならいけるの。そうか、ゆっくり。無理か、ゆっくり立って。いや真ん中だけで。でもエクリプスも踏んじゃうんすよね。じゃあ薄く。おお、そのエクリプス踏んじゃいません。全部いくかこれ。そしたらちょっとじゃあエレメントエリアにいます。青は青は、もう強い。これ狙っていいんですか。強いと思う。狙えるな。横縦そうですよね。わぁ、角度作り直す。踏むでしょ。2回踏まない下。
あー、え、腹こするってこと？違います、違います。下を2回踏みそうなんです。下2回見ていいですか？いけるそれ。はい、欲しい。はいはいはい、なんか最悪だ。やっちゃったよ。絶対もう絶対そうなりそうだったよ。惜しかったけども、狙いは分かったけど無理だった。惜しくないのよ。やっちゃった。よくないよくない。右から1個だけ触れて、あの上だけ変えてくれれば惜しいの。左に、騎士の左ってことですね。うん、いやむずいけどな。なるほど。行ってみますか。本当にそう。辛すぎる。このぐらいかな。このぐらいだ。おーしゃ、おしゃれ、スーパーショット、奇跡だ、スーパー調整、うん、オッケー、これでなんとかなるか。下行けば忍さん拾いますね。上行けばスピードアップだし。よし、これでもう一回。強い。うおー出るね。よし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 。忍さん。オッケーオッケー。あ、元素壁出たままだったら、あ、次上か。下踏みたいんですよね。下踏みたい。下、真ん中、減速。2回踏まない角度がよくされております。本当だ、本当だな。それでいいんじゃないですか。それで真ん中踏めるかどうかってところですよね。真ん中は僕で踏みに行けるんで。なるほど。最悪、うん、そこだけでも。減速で止まれば、どっちにしろ最高。よし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 。これじゃあ横打ちですか。横じゃん。縦むずいでしょ。横じゃんって。いや、縦でも割とそんなに薄めでいけば、戻っては来ないかな。横でもいいですか。横でもいいの、うん、見える。下の消してくれ、ゲージだ。ナイス。よし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 、展開に倒したから。そうだね、いてぇなぁ。ノクターンみたいな。これはもう調整でいいよ。月が1ピンだから、上だけやって止めて止まってくる。それでもいいですか。うん、上だけでいい。下もいけますよ多分。下行ってください。下のが下2個いけんじゃねえこれ。跳ね返りに2回踏まない。こうやって生きる、こうやって生きる、こうやって生きる、こうやって生きる。おっしゃ、もう一回。それそれ、しょうがねえな。これでエクリプスのとこ剣もありますよ。剣も、剣もいいね。まあ、これ縦で殴ればもう飛ぶか、はい、剣も取れば。薄くいきたいけど、本当は。これでも、多分飛ぶと思う。いや、これ痛いでしょ。はい。まあ、しのぶさんで。あぶねえ。ねえ。ちょっと待って。あ、次攻撃来ないか。まあ、ここいや、こうか。あ、そうか、ワープあんのか。いいよ。この下だけ。やって止まる。なるほど。あ、それでいいわ。それありがたい。うわお。あ、その回復もめっちゃしてる。よしよし、これでいったわ。いけるかな。淡路がここいけるかだよ。いや、もう一回触ればいけない。どうした。いや、剣取った。回復も。よしよし、全部やった、全部やった。倒して剣も取って回復して。全部やった。むずくねえよ。そんなむずくねえよ今。全部やった。すごい喋んな。全部やったな。ああいうプレイが大事になってくる。大したことやってないの。いや、これなんか遅いからいけるか。これで2回踏まなきゃいいっすよね。うん、下までいかないっすよね多分。いいかもしれない、うん、いかなそう。でもね、まあ状況変わんないんで。このやつ行かないよね。うわ、うまっ。よっしゃ、うまっ。オッケー、これはいいぞ。あと削ってください。で、俺が下に入ればいいんでしょ。そうだね、それで完璧です。スリ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 だ。いや、たぶん、3、4、えん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 、えんえんえん、3、4、5じゃない、えん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 。いった、じゃあ、ワン、カズピョンショット。あー、カズピョンショットだ。入って、下で飛んだ。おー、よし、カズピョンショットだ。惜しい、死にました。これはピヨピヨ。ここででも倒してくれれば。あの、え、うん、まあ、無理か。そこだけ赤にするってことですか。赤、でも下だけ赤が一番やりやすいかな。横上がりで。なるほど、そうかね。
ここギリギリを通って真ん中も黄色か赤にできれば確かにね。うまい。ナイス。これ下にやりやすい、ね、結構下にいることが次3回踏まないように。オッケー、よし、いったでしょ。オッケー、ナイス。さあ来ました、ナイス。順調、いい位置に。ラスゲですからね。え、胡蝶様は何のために使うのこれ。毒ボス減らしていく。ボス雑魚処理した後の処理。そうだね、そうですよね。透過したってけた。これやっぱ横からこう2回踏んでっていう位置なんだ。やっぱり横から上がっていくか横から下がっていくための配置、真ん中にある、はいはい、これどうすればいいんだ。ヒビトが動く。これは例えば、真ん中通って上も変えてあの2体の間で挟まって止まるとかで調整だね。まあ、こう左も変えた方がいいっすよね。うん、こうですね。じゃあヒビト、あ、それめっちゃいいんじゃないですか。それで薄め、超、あ、超薄めだったな。いや、薄めだと多分きついからちょい粗めで、ブロック跳ねて、うわー、これすごい。上に入んないとでも戻ってきちゃう、はい、レッツゴー。おっしゃ、おっしゃ、入った。うつ、うわー、でも違うか、これは打つのは。とりあえずあの2体を処理できればすごい近づくから。打つべきじゃないですか。確か、あー、もったいないんですかね。打つ、打った方が確実。あ、まあ打った方が強いっちゃ強い。はい、1段階目ですし、忍がいると足りるんじゃない。そうかそうか。で、あの間狙ってけ。そうか、でも蘇生だと。いや、でもここで全部ザコ消してたらもう勝ちですよ。いや、だいぶ勝ちにいきたい。はいはいはい、ナイス。よし、うまい。忍も、あー、これいいぞいいぞいいぞ。コミキューだけ、まあコミキューはコミキューに飛ぶのか。コミキューに行きます。どうしよう。当然、おお、やったー、完璧だ。これはでかいでかい。やったぜー。使ってよかったね。ね、そうですね。で、忍ベースです。使う。うん。なるほど。調整もしながらですね。調整しながらがいいね。止まんの？二回触れなきゃ。そう、バリアあるから2回触れなきゃ。右、こうか。壁。次が3。横ですよね、多分近くに、うん、ちょっと薄めで上がる。こうじゃない、うん、こう、うん、そうか。で、でもそうか、次淡路が触れにくいのか。多分止まるんじゃないかな、カチャンって。でもそうか、右上だけ残しとかで、あと全部赤とかだったらきついよね、淡路。あ、ワープ入りやな。あ、ワープ入れんのか。入れる、入れる。でも減速かと、やる。確かにな。とりあえず2回触れながら打ってみる。そうですね、まあそれしかないか。それで1個届かず止まるぐらいがいいんだけどね、本当は。そこまで、そう、スピードアップ。そうなんです。おぉ、うわー、よくないな。あ、でも元、ほぼ元通り。そうですね。あとは削りながら、ここは使わないよね。うん、はい。あと9ターン。俺も使えるけど、エクリプス使える。だから左はもうあのままにしといてほしいな。黄色だから、俺踏んじゃってるから。だったら、まあ、むずいか。だからまあまあ、ここはもう縦ですかね、横ですかね。か、横で、あのもう赤いのを解除しながら逆に。そうか、やっぱ。ああ、帰ってこよう。そう、そっちの方が上のやつらはパネルは楽になるんじゃない。それで何回組んでる。あ、落ち、おい、おー、来たわよ、来た来た。よしよし、使っといてもいい。いや、でもあのプレイは絶対できなかった、僕は。ほら、毒削ってる。本当だ、本当だ。調整班、じゃあ僕調整しますよ。うわ、カズヤさん最高の位置ですよ。じゃあ、俺ここの何にも知らないのがいいのかな。いや、ここ入ってこう。そうですよね、で、止まるですよね。どこですか。ここだよね。そう、それ入れば止まってくればなおよし。なると思うけど、向こう側に入っても多分大丈夫。あ、止まんなかった。うわ、おお、ごめんなさい、止まれなかった。薄く薄くチュッチュッチュンチュンチュンで、ね、いけない。さて、チュチュン。で、見て、どこが削ってるよ。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ削ってるわ。使い方マジで間違えてたな。チュチュンで左だけ真ん中
真ん中先踏まず。いや何回踏んでもいいんじゃないですか、真ん中。ドク。まだ続くんだ。ごめんよ。いやいや僕も変化になりました。すいません。さて。ごめんよ、タナちゃん。マスオさんみたいに言うの。左だけ黄色にできたらいいんですかね。あ、左だけ赤。でも右は右でボスで跳ねながら。わお。じゃあ薄く横に上がりながらで。使いますよね。もう次、まあもう一回あんのか余裕よ。行ってみていいですか。はい。はい、そこで赤にできたら最高。うわ、うまい。うまい。うまー。うまよし。あれあれ勝ったかこれ。毒ってあんな入んだ。とりあえず使いながら横貫してれば。横貫で。あ、本当だ。横貫してれば勝手に揃うわ。薄く。オッケー。行ったでしょう。よっしゃー。よっしゃー。よかった。うまかったねー。ナイスー。いやーよかった。あ時間かかったこれ。やっぱむずいっす ね。いやーよかった、うん、さあクリアしました。はいはい、なんとかなんとかやりました。見事でした。はい、はい、でも難しかったけどそんなに嫌なあれじゃなかった。そうですね、はい、楽しくできました。もうなんか理不尽じゃない、自分のせいだと思う、うん、もうあれ出てほしいな、アンチパネル、うん、あ1回踏むだけで全部揃うよ、ね、めちゃくちゃ壊れるじゃん。俺は形見えるミンが欲しい。形見えるミン、丸ミン、うん、うっすら丸が見えるみたいな。いや出てほしい。いやこれ入れるわ。大島入ればミン、入ればミン、いらないんですよ入れば。ということで、はい、ようやく勝ちました。はい、ありがとうございました。なかなかと見ていただき、はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。はい、また明日も見てね。バイバイ、はい。